体育会系で歴史好きな星名による歩きまくり歴史旅。さあ今回は鳥取生まれの偉人稲村三白を取り上げていきます。この人は春間和家っていう蘭和辞典を作った人です。江戸時代は蘭学って言ってオランダの学問を勉強するのが流行っていました。でも春間和家ができる前は辞書がない状態でオランダ語の本を読んでたわけですよ。そんなのめちゃくちゃ大変じゃないですか。そんな状態を解決したのが稲村三白の春間和家なんです。ということで今回はここ鳥取駅から稲村三白記念碑まで 1.1 キロ歩きながらその生涯をお話ししていきたいと思います。稲村三白は1758年に鳥取の町医者の三男として生まれます。医者の息子なんで医学に触れる環境が最初からあったわけですね。そして三男なんで家を継ぐ立場ではありません。するとそこに藩に仕える医者の稲村さんがやってきて養子をくださいってお願いされます。それで1770年13歳の時に稲村家の養子に入ります。藩医の息子になるということはめちゃくちゃ期待されるということです。稲村は期待に応えられるように藩校の聖徳館で一生懸命勉強をしていきます。そしてこの時代は蘭学が医学の世界で流行っていました。日本人が西洋医学を取り入れ始めたわけですね。杉田玄白の解体新書も1774年に発表されています。ということで稲村は貿易都市長崎で蘭学も学んでいきます。1781年稲村の方のお父さんが亡くなると藩医を継ぎつつ京都で医学を学び続けます。そんなある日大月玄宅の蘭学改訂という本に出会います。大月玄宅は杉田玄白や前野良宅の弟子で稲村の一つ上のほぼ同世代です。そんな大月が書いたオランダ語の入門書が蘭学改訂でこれがすげーってなって大月は若くして蘭学界のスターになっていました。稲村も蘭学改訂を読んでもう感動しちゃってもう大月にどうしても会いたくなっちゃって、それで藩の許可をもらって江戸に向かいます。知覧堂っていう大月の塾に入って蘭学を学びながら江戸の鳥取藩邸に勤めます。知覧堂で蘭学を学ぶ稲村は勉強のやりづらさを感じます。というのも当時はまだ蘭和辞典がなかったんで知らない単語が出てきた時にすぐに調べるっていうことができませんでした。手当たり次第に人に聞きに行ったり前後の言葉から推測したりしてたんでしょうね。和訳に時間がかかってなかなか勉強がはかどらなかったんです。それで稲村は蘭和辞典を作りたいと考えます。しかしもちろん過去に蘭和辞典を作ろうと考えた人もいたわけですよ。でも単語の意味を何万も調べてそれをひとまとめにするってまあ果てしない作業なわけですよ。だからみんな挫折して未だに蘭和辞典は完成してないわけです。でも稲村は絶対俺が蘭和辞典を完成させてみせると思っています。そこで稲村は大月師匠に蘭和辞典を作りましょうと提案します。しかし大月は断ります。大月は師匠の前の良宅が蘭和辞典で挫折したのを見てるんで自分には無理だと思っちゃったんですね。ただ大月師匠は稲村に過去に蘭和辞典作りに取り組んだ人の弟子を紹介します。この人は先人のノウハウを知ってるわけなんでこの人の知識は必ず役に立ちます。さらに知覧堂の同僚たちも仲間になってチーム稲村として蘭和辞典作りに取り組んでいきます。やっぱりみんな蘭和辞典がないことにストレスを感じてたんですね。そして1796年に初の蘭和辞典春間和家が完成します。稲村が知覧堂に入ったのが1792年なんで長くても4年で完成させています。あれだけみんな挫折してたのになんか結構短い時間で完成しちゃってますよね。なんかフランソワ春間の蘭仏辞書を参考にしたのが良かったみたいですね。でもそれにしても短期間で完成させた割に64,035っていうとんでもない数の単語を13巻にわたって収録しています。4年でこれはとんでもないことですよ。稲村の情熱、チームの情熱が春間和家を作り出したんでしょうね。そして1802年稲村は鳥取藩を脱藩することになります。というのも稲村の弟がビジネスで失敗して莫大な借金を抱えていました。当時は今以上に借金ってイメージの悪いもので弟の借金が兄の責任問題にまで発展しちゃうんです。その結果稲村は責任を取る形で脱藩したんです。それで職を失った稲村は各地を転々とした末に京都に落ち着いて塾を開きます。そしたら塾に来た弟子の藤林くんが春間和家の簡略版を作り始めます。春間和家ってめちゃくちゃよくできてるんですけどやっぱり13巻もあったらかさばるじゃないですか。そこで藤林くんが半分以下にギュッとしたミニ春間和家を作ったんです。これによって蘭和辞典はさらに広まって蘭学もさらに進んでいったんです。そして1811年稲村は54歳で亡くなります。
さあ稲村三白記念碑ですね。稲村はこの辺りで生まれました。まあ、ドンピシャここじゃなくてここから500メートルぐらい行ったところに生誕地があります。そこの医者の家に生まれて、で江戸に行ったわけですね。でこの香川さんっていう人が稲村と同じ時代の歌人で、同じ鳥取出身で同じ時期に京都で暮らしたってことで友達になったみたいです。それで香川さんがこの歌を詠んだんですね。まあ、ちょっと意味はねよくわかんないんですけど、稲村の業績を称えてるらしいですね。さあ今回はここまでです。次回はですね鳥取城に行きたいと思います。鳥取城は豊臣秀吉が兵糧攻めで落としたっていうのが大きな出来事ですね。信長の時代に家臣の秀吉が中国地方でよく戦ってるんですけど、その活躍の場の一つが鳥取城なんです。ということで次回鳥取城の歴史のお話をしていきますので、ぜひ次回もご覧ください。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。